自己紹介してもらいましょう。今日はこの方です。はい、皆さんおはようございます。はい、高潮自治会会長荒垣克司と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ちょっと緊張しましたいやいや、まあね、この、まあ、ほのかの緊張はいいですよね大人になるとあまりなくなるからまずはその高潮っていうのがどの辺、どういうふうに行けば高潮にたどり着くのか、夢探知はもう大体知ってると思いますが、ネットをご覧の皆さん方、本土の方々とか、どこら辺が高潮なのかなと思ったりします。ぜひ教えていただければ。はい、それはですね、あまりごちゃごちゃとした説明よりも分かりやすい説明しようかなと思います。国道58号線からですね、中央残波線を、新しくできた、こう北の方向に抜けてですね、6号線にぶつかると、右手の方へ右折していただいて、近くに消防が見えます。二台消防が見えますので、そこをの隣に読谷小学校がありまして、その読谷小学校過ぎると、なんとそこから一歩入ると、世間からビバリーヒルズと言われている高潮自治会がのエリアに入りますね初めて聞いたんだけど、ビバリーヒルズって言われてます？世間ではそう言われてますけどまた新しいことを皆さん言うな、メモしとこう。本当ですか、はい、ビバリーヒルズね、そこで、そこが高潮。はい、そうですね。読書を過ぎると、もうこの先ほど局長おっしゃったの交差点交差点ね、もうあの辺からもですねビバリーヒルズ、はいはいはいあ、まあ見えないこともないようなね、まあ、通りもね、はいはいはい、確かにね、まあ、今はそう言われてるところかもしれませんよ建物もね高くなって、昔は見晴らしも良かったんです。見晴らしも良かった、はいはいはい、なるほどね、読谷のビバリーヒルズこと、高潮自治会、はい、よういろんなこと言いますね、各自治会長そのビバリーヒルズはどれくらいの世帯数は今取るあるんですか。ですね、約290前後じゃないですかね、290、はい、まあ、それぐらいの自治会ということで、はい、大体読谷でいうと、まあ中堅クラスの自治会になるんですね。まあ、中堅という位置づけになっていると思います、はい、なるほどなるほど、はい、自治会長ってなると、そのほら、お年寄りのおじいおばあ先輩方から子供たちまでさ、はい、もう本当に多くの皆さん方とお付き合いしないといけないじゃないですか、はい、大変ですよね、ある意味。まあ大変かもしれないですけど、私自治会長する前に大教としても10年間大教長をやらせてもらいましたので、私が大教として小学生だった子がもう政治になってますから、その辺はやっぱりあれですね、つきやすいというか、で逆に先輩方と、私が小さい頃に憧れた先輩方が今老人会とかなってますので。ああそうか、高志法なのになんで高志部って呼ぶんですかね。これですね、あざしを見ていると、あ、書かれてるのあるの。あるんですよマジ、なんかこの高潮の形が、はいはい、なんかこの高しっぱ、なんとかタッパーみたいなのと、これがなまって高しっぱがなまって高しっぽになったっていう、書かれてるのを見たんですけど、でも本当かなと。なんで昔の人がこの上空ね、飛行機もないの上から地形見たのかなという気もするしね。なるほどなるほど、ああ確かに言われてみたら、高潮の地形がなんとかタッパーに似てるから、高しっぱーがタクシップにっていう、この高潮っていうのは当て字っていう。ああそうなんだ、あ、まあまあ沖縄のね、もともと漢字があるわけじゃないから、まあ、その昔から読みではあったはずですからね、ああなんかそういう葉、なんか木のなんか葉っぱみたいな、葉っぱじゃなくてね、おのってか、まあ、葉っぱじゃなんとかパー調べてくればよかったいやいいですよこれぐらいがいい、別にラジオ聞いてると別に詳しく聞こうと思ってないからね定義これぐらいの話でいいよ。ああそういう話題が、なるほどね。エフェメタにやってからなんですけど、一回取材に行った覚えがあるんですけど、高潮は組踊りをやってますよね。ああやってます、5年に1度。あ、5年に1度、はい、あれ組踊りやる自治会ってすごいんですよね、はい、やっぱり昔からそういういろんな技者さとか芸達者の人とかいてからこそ組踊りができたって言われてますから、はいはい、高潮それぐらいすごい、まあ、いましたね、先輩に台本見なくて、いやもうセルフバッペ飛んどうとか、もうすごい方いましたから、あすごいな、やっぱりちょっと三味線ずれただけでもすぐおしっかり受けるしもうピリピリした空気の中でやってましたね。そうなんだ、はい、
へえ、5年に一度というと、もうあれですか、最近では本来だと今年ですね。今年、今年。あ、じゃあやっぱり大きい声、大きい声で今年は多分できないんじゃないか。ラジオで言ってますから。あ、でも今の状況ではね、うん、なかなか厳しいでしょうけど、はい、うん、でもぜひね、これはね、はい、もう脈々と受け継がれているね、はい、二度的打ち、身代わりエイジですね。あ、それエイジ、あ、そうそうそう、身代わりエイジ、あ、そう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 。で、あと一つ、二つあったみたい、うん、演目は。あ、でこのもう一つができなくなって、うん、身代わりエイジだけと。ああ、なるほど、うん、薬味踊りはねぜひ続けてもらいたい。もあれはもう本当に琉球王国時代の中からね、本当に地域に、落とし込まれた、もう本当にどこも真似できないようなものですので、ぜひね、薬味踊り頑張っていただきたいなと改めて思ったりします、うん。